ハッピーデスデーは2017年のアメリカのホラーコメディ映画である。クリストファー・ランドンが監督、スコット・ロブデルが脚本を務め、ジェシカ・ローテ、イズラエル・ブルサードが出演する。2017年10月13日にユニバーサル・ピクチャーズから米国で公開され、480万ドルの制作費で全世界で1億2500万ドルの興行収入を記録した。続編の ハッピーですでにユーが2019年2月13日に公開された。9月18日月曜日。テレサ・ゲルブマンは同じ寮に住むカーター・デイビスの部屋で目を覚ました。この日はツリーの誕生日というおめでたい日であったが、昨夜のドンちゃん騒ぎで大酒を飲んでしまったため、ツリーの体調は優れなかった。そのせいか、ツリーはクラスメートに対して不愛想に振る舞った挙句。 父親からレストランに招待されていたのをすっぽかしてしまう。ルームメイトのロリが作ってくれたケーキをゴミ箱に捨てたツリーはいつものように既婚者でもあるグレゴリー・バトラー教授との不倫を楽しんだ。その夜、パーティー会場に向かっていたツリーはトンネル内にオルゴールがあることに気がついた。気になってオルゴールに近づいたツリーは 不意に現れた大学のマスコットであるベビーのお面をつけた人物に殺されてしまうのだった。ふと気がつくとツリーはカーターの部屋で目を覚ましていた。いぶかしく思ったツリーが色々いろいろと調べてみると自分が9月18日の朝にいることが判明した。同じ過ちを繰り返すまいと心に誓ったツリーは心穏やかに日中を過ごしパーティー会場へ向かう途中にあるトンネルを無視した。 ところが、ツリーが、クラスメイトのニックとじゃれ合っている最中に、再び、ベビーマスクの殺人鬼が現れ二人を殺害したので、ある。その後、またしてもツリーは、カーターの部屋で目を覚ました。自分が、タイムループの中にいると確信したツリーは、外出しなければ殺されまいと考え、自室のドアの前にバリケードを築いて閉じこもった。しかし、浴室に潜んでいた犯人に襲撃され、 またしてもツリーは殺されてしまうのだった。4回目、ツリーは信じてもらえないことを覚悟の上で、カーターに自分の体験を語った。カーターはよくできた冗談だと思いながらも、もしも本当にループしているのなら、それを利用すればよい。何回か繰り返しているうちに、犯人が誰なのかを割り出せると思うよ。とアドバイスしてくれた。ツリーは、疑わしい人物を1ループごとに1人ずつ。 監視していったが、結局は別の人間に殺されてしまうのだった。野球バットで撲殺されたツリーが再び、カーターの部屋で目を覚ますと、そのまま意識を失ってしまった。次に、ツリーが目を覚ましたとき、彼女は病院にいた。いくらループしているとはいえ、襲撃されたことによるダメージは、確実にツリーの体を蝕んでいたのである。殺人犯を倒したい一心で、 ツリーは病針を帰り見ずに脱走した。どこからともなくやってきたベビーマスクの殺人鬼に追い回されたが、ツリーはグレゴリーの車で逃げ切ることに成功した。しかし、運転中、ツリーは警察の検問に引っかかってしまい、逮捕されてパトカーの後部座席に押し込められることとなる。警察署の高知施設なら殺人鬼といえども手が出せまいと考えたのも、つかの間、 車で追いかけてきたベビーマスクの殺人鬼により、このもくろみも崩れ去ることとなってしまった。警官を引き殺したベビーマスクの殺人鬼はパトカーから漏れ出るガソリンに火をつけて、火から逃げられなかったツリーはそのまま18日の朝へと再度ループすることになった。晩作着きたツリーはカーターに自分が置かれている状況を必死で説明した。ツリーがふざけているように見えなかったカーターは、 半信半疑のまま彼女をレストランへと連れて行き、そこで話を聞くことにした。話を聞いている最中、連続殺人犯のジョゼフ・トゥームズが、ツリーの通う大学の付属病院に運び込まれたとのニュースがテレビで流れた。トゥームズこそ、自分を何回も殺した人間だと直感したツリーは、彼の脱走を未然に防ぐべく、病院へと急行した。しかし、時すでに遅く、 トゥームズはすでに脱走していたのであった。トゥームズはツリーを殺そうとしたが、カーターの邪魔があって手を出すことができなかった。大学の時計台にあったバールでトゥームズを殴り倒し、これでループが終わるという安堵感に包まれたツリーだったが、極めて残酷な現実を突きつけられることとなった。カッコ内は日本語吹き替え。本作の制作が発表されたのは2007年のことで、 ミーガン・フォックスが出演を務める予定であった。当初の予定では、本作のタイトルは、ハーフ・ツー・デスであり、マイケル・ベイがプロデューサーを務めることになっていた。2016年10月11日、ジェイソン・ブラム率いるブラムハウス・プロダクションズが、ジェシカ・ローテを主演に迎えて、本作の企画を再始動させたと報じられた。11月8日、イズラエル・ブルサードや、 ルビー・モディーンら主要キャストが発表された。本作の主要撮影は、ルイチアナ州ニューオーリンズで行われた。ランドンは本作を演出するにあたって、恋は、デジャブ、ハロウィン、スクリーム、バックトゥ・ザ・フューチャー、素敵な片思い、E.T., グーニーズ、アメリカ物語、クレムリン、インナースペース、タッカーとデール史上最悪についてない奴ら、暗闇に、ベルが鳴る、ヘザース、 ベロニカの熱い日を参考にしたと語っている。マスコットのお面をデザインしたトニーガードナーは、スクリームのゴーストフェイスをデザインした人間でもあった。ランドンはお面に関して、制作中に私の妻が第一子を授かったとの報告を受けました。赤ちゃんのイメージが脳内にあったのかはわかりません。また、無意識のうちに私が父親になることを恐れていたのかどうかも、 はっきりしません。しかし、赤ん坊のイメージが、もやもやとした形で頭に浮かんでいたことは確かです。トニーは、歌のお面をデザインしてくれましたが、私が事務所で、赤ん坊のお面をかぶって、同僚を驚かせていると、私たちは、これだ。という気分になりました。これが求めていたものなのだと、とコメントしている。当初、本作のエンディングは、 ループを抜け出したツリーがそのまま大事を取って入院することになったが安堵したのもつかの間看護師になりすまして病室に入ってきたステファニー・バトラーに殺害される。ステファニーは夫と不倫していたツリーを憎んでいたのである。というものだったが試写会で酷評されたためエンディングを変更せざるを得なくなった。そうして出来上がったのが本作の劇場公開版のエンディングである。 本作は、マーシャル法廷を変えた男、ザ・ホーリナー、復讐者、ワンダー・ウーマンとマーストン教授の秘密と同じ週に公開され、公開初週末2500万ドルから2000万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、公開日が13日の金曜日というホラー映画日よりであったため、さらに数字を伸ばす可能性も指摘されていた。二千十七年十月十三日、本作は、 全米3130巻で封切られ、公開初週末に2603万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトの6点トマト図には60件のレビューがあり、批評家支持率は65%、平均点は10点満点で6点となっている。サイト側による、 批評家の見解の要約は、ハッピーですではユーモラスかつダークな雰囲気の SF 展開をスラッシャーホラーの伝統と結びつけた。そこには、ジェシカ・ローテのスター性のある演技も加わって、エッジが効いたものになっている。となっている。また、メトクリティックには25件のレビューがあり、過重平均値は57、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。 ありがとうございます。